ロッテ3連勝。西武ロッテ9回戦、ロッテが西武に6対3で勝利。ロッテ勝ったで。強いぞロッテ。小島6勝目おめ。途中すごく焦ったけど勝ててよかった。10ゲーム差きた。ポランコ元気そうでよかった。今日のメカもエラーで草。西武負けました。まあ一瞬楽しめたわ。またロッテに負けた。今井ロッテに弱すぎやろ。両リーグ最速50対2リーチか。ロッテ先発小島6点2回3失点。小島は頑張ったよ。小島ゆっくり休め。小島速投はわかるが交代のタイミングが遅すぎる。ロッテ増田西武。今日はいい増田のようだった。最近の増田の状態めっちゃ良いな。増田はこれが続いてくれたら助かる。西武先発今井5回3失点。今日の今井は良くなかった。今井は今季ワンストピッチかな。今井はもっと肯定で攻めるべきだと思う。西武リリーフ豆田1回1失点。豆田の失点が本当に余計だった。豆田は登板間隔だいぶ空いてたな。豆田はいつもダラダラ長く投げてちょろっと失点するイメージ。西武リリーフやん。1回2失点。今日はダメや。何して信頼できない説。キャンが楽しそうならええわ。ロッテ打撃成績。外先制タイムリー。外ナイス。外よく打った。外タイムリー。外頼りになるわ。外3塁まで行っててすごい。ポランコタイムリー。ナイスポランコ。ポランコ攻守でホカホカさん。佐藤義比。トシヤナイス最低限。トシヤいい仕事やな。外義比。外さすがの最低限。外3いい仕事。西武打撃成績。西川2点タイムリー。西川素晴らしい。西川が覚醒しつつある。長谷川タイムリー。長谷川が打っただと。長谷川も結果出してきたな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。